おい、どうした、オリバー、しっかりしろ。もう夫はいなくなったよ、リヴァイ。みんな巨人にされたけど、君だけ生き残った。この怪我でまだ生きてるのも同じ理由だろうね。君がアッカーマンだからだ。私たちじゃジークを止められないだろうし、アルミンやピクシー司令に託すしか。例えばエレンがジークを裏切っていたとしても、イエーガー派が脊髄液でこの島を支配するなら、私たちは一生この島のお尋ね者。多分順番が来たんだ。自分じゃ正しいことをやってきたつもりでも、時代が変われば牢屋の中。いっそ二人でここで暮らそうかね、リヴァイ。今のまさかエレンが世界を。リヴァイの獣のクソ野郎はどこだ。起きなくていい。ジークはイエーガー派と志願しなくへ向かった。それから半日ほど経ってる。一体何があったの。ヘマをした奴に死を選ぶ覚悟があることを見抜けずに、また逃がした。無念でならないだろう。でも今はこのまま逃げ隠れて何が残る。なんだよ、私の独り言を聞こえていたのか。何を作ってやがる。あれで俺を馬で引こうってか。蚊帳の外でお前がおとなしくできるはずがねえ。ああ、そうなんだよ。できない。俺の目的はジークを殺すことだ。あんたたちとは利害が一致する。テオマガとピークフィンガー。リヴァイ・アッカーマン、九つの巨人に引けを取らない強さを持つらしいが、そのざまでどうやって俺の弾丸を避けるつもりだ。弾は避けられない。だがこのざまを敵の前にみすみすさらした。撃つか引くか、あんたたち次第だ。では撃つ前に聞こう。ジークを殺すと言ったが、奴は今どこにいる。おそらくは王家の血を利用するためにエレンに取り込まれている。いや、始祖の巨人に。巨人博士のハンジさんなら何でもわかるようですね。我々マーレよりその始祖の巨人はご覧になられましたか。とてつもなくでかくて、どうにもできなさそうなことは分かってる。だから我々はやるしかないんだよ。みんなで力を合わせようってやつを。